ました。ジヒテビー、はい、今回もこのお二人に集まってもらいました、はい、よろしくお願いします。お願いします。マイティとマコチです、はい、お願いします。お願いします。はい、ということで今回はですね、初の試みなんですが阪神クイズをしたいと思います。ただ選手の一部が見えているパーツクイズ、選手の一部を見てどの選手が当てるっていうクイズと打球クイズっていうのを打球クイズですけど、どこの打球のどこの打球、あの弾道なのか音なのか音なのかちょっとボールのなんか回転数なのかわかんないんですけど、やってみますか、はい、とりあえずやってみたいなと思います。このねホワイトボードに選手名を書いて、こう見せて、この2人には見えないように見せて、はい、はい、答えていきたいなと思います。正解した人から抜けていくスタイルで。そうですね、はい、はい、では始めたいと思います。スタート。では第1問。むずむずむどこからのパーツすぎるなぁ。これでもなんか見たことある足してるぞ。レガースとかでも分かりそうやけど、うんうん、ああ。すごい。足。あ、誰？これ誰？マイティキモ。キモ。言い方あるでしょ、もっと。ヒント。ヒント。はい、あ、これあれって、これあれじゃない？結構この足の感じもね。よし。正解は、おー、正解。やった。え、マイティキモ。すごい。足ね、下にこうちょっと鍛えられてるとか鍛えられてるけど、ちょっとスタイリッシュな感じとか、ちょっと足の上げ方というかフォームがね、フォーム、いやでも難しい、すごいぞ。これでまだ第1問ですよ。はい、じゃあ第2問。これ誰難しくない？え、コーチもありですか、これ？コーチもあり。違う。ですよね、コーチで。あ、はい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 、なるほどね。はい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 、来た。ヒント。はい。もう分かる。かっこいい。この感じでね。マイティキモいな。キモいでやめて。止めてくださいよ。岡田監督、この肩の上がり方ね。いや、最初ピッチャーかなと思ったんですけど、ジヒさんがコーチもありって言った時に、うん、岡田監督やと思って、うん、いやだってひらめきました。選手とかネットにこうやってしないですもんね。確かに。じゃあ3問目お願いします。黄色。うわ、見たことある。だって練習用の、うん、じゃない、じゃない。ヒント。これ早押しになるかも。お、すぐ分かるから。はい。み。言った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 。み。み。言いましたね、じいさん。すごい。ああ。びっくりすぎました。みえちゃん、みえちゃんしかいません、これ。あー、黄色ね。バットめっちゃちっちゃく見える。確かに、バット短いやつで練習した。あ、だからか。そういうことか。楽しい、めっちゃ楽しい。な、4問目お願いします。名前見えへん。あ、これはなんだ、あれじゃない？違う。このブランドは
ちょっと待って、違うんかい。なんて書いてんですか？あ、そうか。これね、私、運というか、うん、それもありました。運？運というか、マイティが取材したことある選手ってこと？いや、違います。そういうのじゃないですよ。なんて言ったらいいんだろう。ヒントはないんですか？もうちょっと。でも今のがヒントや。今の私がヒントです。そっちかーい！分からん、分からん、そんな。ピッチャーのそっちかーいですよね。ピッチャーのそっちかと思ったらそっちかーい。わかりにくいな。いや、本当にこれがもう最大のヒントですよね。え？阪神タイガースのピッチャーで。あー、え？そっちかーい。おお。ちいさんは一発だ。一発じゃないわ。ちょっとでも、これはもうこの今の答えに関しては、まあまあまあね、一発で、うん、そっちかーやったらこっちかなと思った。そっちかい、うん、そっちかい。二択ってことですか？まあ、うん、でも二択っちゃ二択。ピッチャーで二択ってなった時に、あー、え、楽しい、これ。何書いた？ってことは、お、いけた？はい。お、ということで、答えは、西じゃないかと。そう、私は西東輝に書いたんです。あ、なるほど。で、反応なくて、西勇気って書いたらブーされたんですよね。なるほど。で、純也、西純也投手って書いたら丸もらえます。ほんと勘ですね、今のは。女の勘ってこと？女の勘、それ勘です、私。キモ。キモにしか言われてない、今日。キモにさんに。やば。これ一番難しい、最後。うわ、最後？パーツクイズ？じゃあ第5問。はい。むずいな。このお尻は。え？違うんや。え、なんか苗字が出てこへん。足で打撃練習中にここにいるっていうことがもう一番のヒント。うわー、ちょっと怖い。練習見てたら絶対ここにいた。うん、違うか。しゃ、しゃ、マイティより早かった。いやー、待ってた。こんなのかな。出てこないかもしれない。確かに。一文字目だけとかなんですか？最初の一文字。言ったらわかりますか？え、わかる。え、わかりますよね。言ったら。わからんかな。最初一文字？一文字目。い。いいです。最初。多分ね、顔を思い浮かんでるんです。正解。正解。はい。もうこれ小さしかわかんない。はい。今岡さん。ああ。今岡さんや。今岡さんだ。今岡さん、今岡コーチはずっと打撃練習の時にいらっしゃいますもんね。打撃コーチ、はい。むずすぎ。次もっとたちいさんもすごいですよ。すごい。ほんで次が、はい、打球クイズです。打球クイズってどんなものが出てくるんだろう。打球クイズ、音と打球の音と、うん、飛ぶ方向とか、あ、弾道を見て、はい、誰かを予想してください。はい、わかりました。おとと、ノブをこう見て。おと、えぇ、キモー、キモー、キモー。なんで、めっちゃキモい。長距離打者じゃないですよね、うん、この感じ。
でもこの飛ぶ方向ですね、これ飛ぶ方向。え、わかんないな。弾道と飛ぶ方向、向こうに飛ぶ人、左バッター、右バッターの気がする。結構重い方ですよね、これ打球音。動画だから多分現地ほどではないんですけど、めっちゃ多分打球音すごい方だと思います。他の人と比べたらこの人の打球音すごいと思います。もうあの人ですよ、大山や。いやでもこの方向ですよね、右側に飛ぶ、ライト方向に飛ぶ。正解いきますよ。え、うん、ああ、佐藤選手でした。むずいなこれ。いや当たった自分も怖いです。はい、第2問お願いします。いろんな方向行ってます。ちゃうかな。右だと思います。何か特徴はありますか、右で。結構上がってると思う、うん、上がる。上がる。どっちも期待できる選手ですね、長距離もあやつも。もう勘です。おお、はい、あー、はい、みえちゃん、みえちゃんですね。確かにホームランも難しすぎますよ、これむず。最後、あ、最後、最後来たぞ。難しそう。おお、誰や、これは。はい。よっしゃ。なんでですか。うわー、どこにヒントがありますか。立ってる方向かも、バッターが。それで上に上がってる感じ。バッターが立ってる。結構立ってる方向分かったら絞られてくる。これはでもマイティ分からなあかんで。立ってる方向ってなんだ。右か左かと。そう、右か左か。お、この人は、うん、右ですか。うん、これを見る限りでは右ですね。はい、正解は大山選手でした。難しい。すごい、これおもろいね。面白い。いや、とにかく
でマイクがキモかったね。はい、キモかったです。私はもう何でよか分かんないですけど、でもなんか分かっちゃいましたね。最初 の、 あのクイズとか足見ただけで一瞬で答えてましたから。手の位置とか、分かっちゃいました。女の勘にしてもキモいね、はい、女の勘にしといてください。褒め言葉ですね。褒め言葉、はい、いやでもなんかこれからもっとそのとこも見ようって思いましたね。確かに試合の時とかにもなんか面白かったね。楽しかった。ちょっとまたやりたいです、はい、またそのクイズもね、動画がたまればやるんですかね、はい、やりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。